新下田駅下田ロープウェイ株式会社は、静岡県下田市に本社を置く、作動事業者。伊豆急高線伊豆急下田駅前から、根姿山を結ぶ下田ロープウェイを運営する。東急グループの伊豆急ホールディングス参加の企業だが、小田急グループの東海自動車からも出資を受けており、同社の持分法適用関連会社にもなっている。新下田駅根型山駅、根、ね、姿。 愛禅の2期。寝姿は、寝姿山から、愛禅は、寝姿山にある、愛禅妙王道から取られている。2018年12月10日から、改修工事のため長期休業し、伊豆急行線で運行される列車、ザ・ロイヤル・エクスプレス・風に改装されて、2019年8月1日から、運行を再開した。新下田駅に関するカテゴリー、寝姿山駅に関するカテゴリー、 ありがとうございます。